楠木正成は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将、出自不詳。自称は橘、立花の子光栄息子に正行、正幸正治、正さの行の乱で、五代醐天皇を奉じ、大東宮、森吉親王と連携して、千早城の戦いで大規模な幕軍を、千早城に引きつけて、 日本全土で反乱を誘発させることによって、鎌倉幕府打倒に貢献した。また、兼務の申請下で、最高政務機関である記録書の余裕度に任じられ、足利高氏らと共に天皇を助けた。延元の乱での高氏反抗後は、新田義貞、北畠明家と共に、南朝側の軍の一翼を担ったが、港川の戦いで高氏の軍に敗れて自害した。南北朝時代。 戦国時代、江戸時代を通じて、日本史上最大の軍事的天才との評価を一貫して受け、三徳県美多門天皇の火星、日本開白以来の名称と称された。太平記では、奇想天外な作と地望にたけた、不敵の戦術家としての活躍が印象的に描かれるが、それは、正さしげの軍災のごく限定された一面に過ぎず、 史実では刀を振るえば、電撃戦を得意とし、六原短大を侵犯させた猛将であり、ついき、老城技術を発展させ、警府標、ゲリラ戦、情報戦、心理戦を戦に導入した革新的な軍事思想家であり、そして、機内にいながらにして、日本列島の戦乱全体を俯瞰、左右した、不正室の戦略家だった。明治以降は、オークスコート称され、 明治13年には、小一位を追造された。また、港川神社の主催神となった。戦前までは、正重の中心としての側面のみが過剰に評価された、ことで、大秘として主君である、後醍醐天皇やその剣務政権の政策への低評価につながり、同時代への実証的研究を困難にさせた。しかし、2000年前後以降は、主君、後醍醐の政策は、 前後の時代との連続性が見られることが指摘され、太平記で創作されたような暗君像は改められる方向にある。正重についても何か一つの側面に縛られるような人間ではなく、武将、官僚、商人など多面的な顔と才能を持つ人物であったことが明らかになってきている。南高誕生知事省兼務2年8月25日、北京行の社協を完了し、 奥書きに、立花阿蘇正重と、実著していることから、遅くとも、この時期までには、立花氏の光栄を自称していた。河内の土交説、太平記巻、第三、お上を夢のことつけたり、くの木がことには、楠の木の正重は、河内金剛山の西、大阪府南河内郡千葉屋赤坂村に館を構えていたとある。楠の木氏は、立花氏の光栄とされる。 正重の母は、立花の縁補の松江立花聖中の娘。また、民間には、厳平富士立花の姓が必要であるため、楠スノ氏は、立花の死を借りたとする説もある。太平記巻、第3には、楠スノ氏は、立花処刑の公営と書かれており、楠スノ氏と関係の深い組めた寺の隣の古墳は、立花処刑の墓と言われ、楠スノ氏は、 立花の死を礼拝する豪族であったとも言われる。また、関税系図によれば、勘阿弥の母は、河内玉騎士僧の立花の正藤の娘、すなわち、正重の姉妹という記録があり、この玉騎士僧を正重の出身地とする推定もある。特捜機関、御家人説、徳能光一が、楠の騎士駿河国出身説を提唱し、掛正広、荒井高重も、楠木市の出自は、 鶴河国とした。家計正宏はその理由として、以下を挙げている。楠木正成の地元である河内の今後三世六から関心地層一帯に、楠の木の字はない。鎌倉幕府が昭和6年7月に、鶴河国の昭園入江荘の内長崎里の一部と、楠木村を鶴岡八幡宮に寄進したという記録があり、楠木村に、 北条特捜機関のクスノキ氏が居住したと想定できる。関心事相の実盗だった足立氏は、公安8年に入江僧と深い関係にある鎌倉幕府の有力御家人長崎氏に下月騒動で滅ぼされ、同省は特捜家に組み込まれたと見られる。それゆえ出自が長崎氏と同郷のクスノキ氏が関心事相に移ったのではないかと思われる。 楠木正成を攻める鎌倉幕府の大軍が京都を埋めた、現行3年ウルー2月の区限以上、道平の日記である、ご孔明寺印関白記に、楠木の根は鎌倉に、聖物を枝を切りにと何の出る乱という落衆が記録されている。この落衆は、楠木氏の出身は、鎌倉にあるのに、枝を切りに、なぜ出かけるのかという意図され、河内へで軍する。 幕府軍を嘲笑したものとされる。阿弥野義彦は、楠木騎士はもともと、武蔵国御家人で、北条氏の悲観で、特捜領河内国関心寺寺島職に関わって、河内に移ったと推定した。正重は、幼少時に関心寺で仏典を学んだと伝わる。また、あず鏡には、楠木騎士が、玉井、信信、岡部、滝瀬良、武蔵井の又等と並ぶ。 将軍随病と記されている。悪党、被護家人節営人3年、東大寺領張馬大武装が雑賞でありながら、年貢を送らず罷免された、垂水左衛門の城重将の一味として、楠木河内に道がおり、黒田敏夫は、この河内楠木一族を正重の父と推定し、正重の出自は、悪党的な召喚武士ではないかとした。林家達三郎は、 河内くすの騎氏が三女民の長であったとした。兵道広美はこの説を有力とし、正重の行為も悪党的行為であるとした。元徳三年九月、六原短大は正重が後醍醐天皇から与えられた泉国若松荘を悪党くすの騎兵衛上跡として没収した。このことから、正重が反関党の非御家人集団とみなす説がある。佐藤和彦によれば、 クスノキ氏は、摂津から大和への交通の幼少多幕思想を支配し、近隣の和田氏、橋本氏らは、同族で、クスノキ氏は、摂津から伊賀に至る土豪と、商業や婚姻によって結びついていた。また上村誠二はこの、平営官職名から幕府御家人とした。正重を非御家人とみなす説について、荒井高重は、クスノキ氏が、 鎌倉武士のイメージと大きく異なるゆえに、もともと鎌倉幕府と関係のない、畿内の非ご家人だろうと考えられてきたが、畿内のように交通と商業が盛んなところであれば、どこに暮らす武士であっても、生活の仕方にご家人と、非ご家人の違いはないと見た方が良い。だから、楠木の祖その存在の仕方を理由に、非ご家人でなければならない、ということにはならないと述べている。現行2年。 正重は、徳捜、北条高時の命により、摂津国の幼少淀川河口にする渡辺島を討ち、木の国安田正治岩佐氏を殺害し、南山和のお知を撃滅している。この一連の状況は、高野春秋編年収録に詳しい。渡辺島を討った正重は、高野山領を通過して、木安田へと向かい、安田総を攻撃した。安田正治は岩佐一族であり、 当時、岩佐氏は、高野山との総論に負けて、紀の国宛川総を没収されており、この、正しの攻撃は、没収地の差し押さえであったとされる。その結果、正しは、幕府から、特僧領となった、宛川総を与えられた。その後、正しは、おちしの討伐へと向かった。おちしは幕府に、ねなりがきの所領を没収され、さらには、 北条高時が教じる刀剣の資料教室まで求められ、行き通った、落ち国が治療で、六原の役人を殺害するに至った。六原北方は、うってとして武行人、斉藤俊、之、小串則行らを二度にわたって派遣したが、そのゲリラ戦に停滞敗北を起死していた。そのため、六原は正重を起用し、彼は、落ち死を打つことに成功した。荒井高しは、 マサシゲが、渡辺と、湯浅氏、おち氏といった、反逆武装民を倒滅したことは、非常に興味深いと述べている。また、一連の軍事行動を否定する、積極的な根拠は見出せず、これらは本当にあったと考えている。荒井は、特捜機関であったマサシゲが、反逆武装民を撃つのは当然の行為であると指摘し、この当時はまだ、鎌倉幕府に忠実な番犬として、 機内に睨みを聞かせていたとしている。正茂による渡辺と、湯浅氏、お知恵の倒滅に六原は簡単の声を上げ、そして恐れたといい、世間の人々にも、その強烈な印象を与えた。当時、機内では、悪党が幕府への反逆、合戦を繰り返し、その支配に、揺らぎが生じていた。幕府は、安藤氏の乱で手を焼かされており、合戦の名人である正茂が、 悪党のエネルギーを吸収し、いずれ反逆した場合への不安を抱いたとされる。五醍醐天皇に組みする、その後、正重は、特捜機関でありながら、五醍醐天皇の倒幕計画に加担するようになった。五醍醐天皇と正重を仲介したのは、新言密教総門官と第五次法院、同友とされる。他、伊賀金光の関係も指摘されている。厳徳3年2月、 五代醐天皇が同友に与えた泉若松僧を、正茂は所領として得た。しかし、同年4月に倒幕計画が幕府側に知られると、8月に五代醐天皇は笠木山に逃げ、その地で挙兵した。なお、正茂はこの時、笠木山に参考している。松鏡によると、天皇側は前もって、正茂を頼りにしていたという。正茂は、 特捜機関から一転したため、鎌倉幕府からは、悪党楠スノ兵衛医として、追及を受けた。同年9月、六原丹大は、正茂の所領泉国若松僧を、悪党楠スノ兵衛城跡として募集した。赤坂城の戦い赤坂城の戦い9月、笠木山の戦いで敗北した、五大五天皇らは捕らえられ、残る正茂は、赤坂城にて、 幕府軍と戦った。幕府軍は、当初、1日で決戦をつけることができると判断し、すぐさま攻撃を開始した。だが、正しは貨幣ながらも、その攻撃によく耐えた。敵が城に接近すれば、弓矢で応戦し、その上城外の兵敵襲を仕掛けた。敵が堀に手をかければ、城壁の四方に吊るされていた偽りの兵を切って、落として、敵兵を尻ぞけ、上から、 大木や大石を投げ落とした。これに対し、敵が盾を用意して攻めれば、兵に近づいた兵に熱湯をかけて追い払った。正重のこれらの一連の攻撃により、幕府軍の城攻めは手詰まりに陥った。新井高重は、一度方に過ぎない正重に、関東から上落した軍勢が束になって、攻撃を仕掛けたことに注目している。単なる悪党の放棄であるならばこれほどの大軍勢の、 投入はあり得ず、正重の尋常ならざる実力の少佐であるとしている。正重はかつて幕府に反逆した武士を次々に討伐した合戦の名人であり、鎌倉は明らかに正重を大いなる脅威と認識していたと考えられる。しかし、赤坂城は急増の城であるため、長期戦は不可能と考えた楠木正しは同年10月21日夜に、 赤坂城に自ら火を放ち、幕府軍に城を奪わせた。鎌倉幕府は赤坂城の大穴に見分けのつかない少子体を二十から三十体発見し、これを楠木正重とその一族と思い込んで、同年十一月に関東へ帰陣した。赤坂城には、あてがわ僧の九州岩佐州富士が幕府によって配置され、その丘陵である正重の領地を与えられた。一方、 正重は赤坂城の落城後、しばらく行方をくらました。同年末、五代五方の森吉新能から左衛門の城を与えられた。赤坂城の奪還、泉、河内の制圧現行2年、原徳4年4月3日、正重は湯浅高志富士の夜赤坂城を襲撃した。正重は赤坂城内に兵糧が少なく、湯浅高志富士が、 領地のあてがわそうから妊婦後、六百人に兵糧を持ち込ませ、厄に乗じて、城に運び入れることを聞きつけ、その道中を襲って、兵糧を奪い、自分の兵と妊婦や、その警護の兵とを入れ替え、空になった俵に武器を仕込んだ。くすの軍は難なく木内に入ると、俵から武器を取り出して、時の声を上げ、場外の軍勢も、また同時に、城の軌道を破った。 これにより、湯浅隆志は一戦も交えることなく降伏し、正重は赤坂城を奪い返した。楠木勢は湯浅氏を引き入れたことで勢いづき、芝叩く間に泉、河内を制圧し、一大勢力となった。そして、5月17日には、摂津の住吉、天皇寺に侵攻し、渡辺京より南側に布陣した。京には泉、 河内の両国から、早馬が、八つ早に送られ、正重が京に攻め込む、可能性があると知らせたため、落中は大騒ぎとなった。このため、六原短大は、墨田、高橋を南北六原の軍部領とし、5月20日に京から五千の軍勢を派遣した。5月21日、六原軍は渡辺橋まで進んだが、渡辺橋の南側に、 楠木軍は三百機しかおらず、兵らは我先にと川を渡ろうとした。だがこれは、正重の策略で、前日に、主力軍は、住吉、天皇寺付近に隠して二千四機の軍勢を三手に、分けており、わざと敵に橋を渡らせてから、流れの深みに追い込み、一気に私有を消すという作戦であった。正重は、敵の陣形がばらけたところで三方から攻め立て、 大混乱に陥った敵は大勢が撃たれ、残りは命からがら刑へと逃げ帰った。坂東一の弓取宇都宮との駆け引きその後、六原は、墨田、高橋の敗北を見て、武勇で誉れたい宇都宮高綱に、正重討伐を命じ、7月19日に宇都宮は刑へを出発した。宇都宮は天皇寺に布人したが、その軍勢は600から700機ほどであった。 和田孫三郎は正重に戦うことを進言したが、正重は宇都宮が、坂東一の弓取りであること、そして危機よし両党の強さを、戦場で命を捨てることは、ゴミや悪太よりも軽いものと評してその武勇を恐れ、両所を戦わずして勝つと述べた。その後、夜に、あちこちの山で松明を燃やし、宇都宮がいつ攻めてくるのかわからないような不安に、陥らせ、 三日三番これを行った。七月二十七日夜半、宇都宮がついに兵を経引くと、翌朝には正重が天皇寺に入れ替わる形で入った。正重は天皇寺に進出してからその勢いをさらに増したが、庶民に迷惑をかけてはならぬと部下には命じており、すべての将兵に礼をもって接したため、その勢いはさらに強大となった。八月三日、楠木正重は、 住吉神社に馬三頭を献上し、翌日には天皇寺に立ちと鎧一両を馬を奉納した。千早城の戦い千早城合戦図山で、北条高時は、機内で反爆不正力が台頭していることを知り、9月20日に30万、余儀の追悼軍を東国から派遣した。これに対し、正重は、川地国の赤坂城の爪の城として、 千葉城をその背後の山城に築いた。正さは、金剛山一帯に転々と要塞を築きその、葬式書として、千葉城を活用し、千葉城、上赤坂城、下、赤坂城の参城をもって幕府に立ち向かうことにした。現行3年、昭郷2年2月以降、正さは、赤坂城や、金剛山中腹に築いた、千葉城で幕府の大軍と対峙し、 ゲリラ戦法や落石攻撃、家計などを駆使して、幕府の大軍を相手に一歩も引かず奮戦した。正重は、五代醐天皇が沖東に流罪となっている間、山和国の吉野などで戦った森吉親王と共に、幕府勢力に果敢に立ち向かい、同年うるう2月に五代醐天皇は沖を脱出した。幕府の軍勢が千早城に釘付けになっている間、 マサシゲラの活躍に触発されて各地に倒幕の機運が広がり、赤松延心な反幕勢力が挙兵した。5月7日には、足利高氏が六原を攻め落とし、京から幕府勢力は消滅された。5月10日、六原陥落の方が、千早城を包囲していた幕府軍にも伝わり、包囲軍は撤退し、楠木軍の勝利に終わった。そして、5月22日に、 新田義貞が鎌倉幕府を滅ぼしたが、その挙兵は、正重の奮戦に起因するものであった。正重の討伐にあたって、膨大な軍資金が必要となった幕府は、その調達のため、新田僧に対して6万貫もの軍資金をわずか5日で、納入するように迫り、その過酷な取り立てに耐えきれなくなった義貞が幕僚、殺害、投獄して、反旗を翻したのである。 正茂は、五代五天皇が経営外線する際、6月2日に、兵庫で出迎え、道中警護に着いた。天皇が兵庫を出発して、以降、正茂は、その行列の先陣を務め、その後陣には、機内の軍勢7千0機を引き連れていた。足利方との戦い後代五天皇の兼務の申請が、始まると、正茂は記録書よりうど、雑訴決断書部行人、ケビー氏、河内、 泉の守護、河内守となる。また、その他にも河内新海荘、土佐紀荘、出羽屋城層、ひたち売り面など多くの所領を与えられた。正重は、県武の神聖において、五代醐天皇の絶大な信任を受け、結城近光、名は長年、千草忠明と合わせて、三木一荘と併称され、長音に誇ったとされる。だが、県武元年冬、正茂が、 北条氏残党を撃つために刑を離れた直後、森吉新郎が、謀反の権議で捕獲され、足利高氏に引き渡された。その直後、正重は、県務政権の役職の多くを辞職したとされることから、正重は森吉新郎の有力寄り気であったと、見られている。県務2年、中仙台の乱を討伐に向かった高氏が、鎌倉で神聖に離反した。 追悼の命を受けた吉沢は12月に、箱根、竹の下の戦いで、高氏に敗れて京へと戻り、これを追う高氏は京へ迫った。だが、翌年1月13日に北畠昭家が、大見坂本に到着すると、正重は吉沢や明家と合流し、連携を取って反撃を仕掛けた。28日、正重は吉沢、昭家、名は長年、 千草忠明と共に、京都へ総攻撃を仕掛ける。この合戦は30日まで続いた。この合戦の結果、高氏は、京都を追われ、五醍五帝が京都を奪還する。合戦は、正重の策略と奇襲によって、五醍五帝らの勝利に終わり、京都の奪還には成功したものの、高氏、忠だ兄弟ら、足利軍の主要な武将の死給を挙げることは、できなかった。 敗走する足利軍は、丹波を経由して摂津まで逃れたが、2月11日に、正重は、吉貞、昭家と共に、摂津と島川原の戦いで足利片を経から、九州へ駆逐する。朝廷との確執後代五天皇像、梅松論には、五代五廷の軍勢が、足利軍を京都より駆逐したことに前後して、正重が、新田吉貞を中罰して、その首を手土産に、 足利高氏と和睦するべきだと天皇に創上したという話がある。その根拠として、確かに鎌倉を直接攻め落としたのは新田義貞だが、鎌倉幕府倒幕は足利高氏の貢献によるところが大きい。さらに義貞には人望、徳がないが、足利高氏は多くの諸将からの人望があち、九州に、 高氏が落ち延びる際、多くの武将が随行していったことは高氏に徳があり、吉定に徳がないことの証である、というものであった。正重のこの提案は、梅松論にしか記載されておらず、事実かどうかは不明である。しかし、歴戦の武将であり、ゲリラ戦で相手を翻弄する手段を得意とし、洞察力に長けた正茂は、純粋に武将としての器量として、吉定よりも、 高氏を高く評価していた。加えて、吉沢と正重は、相性があまり良くなかったと言われる。吉沢は、京都の軍勢を構成する寺社の首都や、その滝内の武士たちとは、関係が薄く、太平気などに描かれる吉沢は、鎌倉武士こそを、理想の武士とする傾向があり、彼らへの理解に乏しかった。河内国などを拠点に活動する正重は、この点において、 吉瀬田と肌が合わなかったと考えられる。一方で、高氏は自社への所領寄進などを吉瀬よりも、はるかに多く言っていて、自社勢力や機内の武士との人脈も多かった。吉瀬よりも、高氏の方が理解できる、高氏の方に徳があると正重が判断しても、おかしくはないと考えられている。この提案は、天皇側近の公家たちにはいぶかしがられ、また鼻で笑われただけであり。 にべもなく却下されてしまった。吉定は、針馬国の白畑城に籠城する足利法の赤松、乗村を攻めている間に時間を空費し、延元元年、兼務三年四月に高氏は、たた浜の戦いで、九州を制覇して、体制を立て直すと、京都奪還を目指して、闘心を始めた。高氏は、甲茂羅々と博多を立ち、貧乏国の友津を経て、四国で、 細川市、時氏、市、河野市らの率いる戦隊と合流して、回路を闘進し、その軍勢は10万を超していた。一方、吉定の軍勢はその数を日ごとに減らし、5月13日に兵庫に到着した時には2万機を切っていた。桜井駅跡にある南高府市別れの石像絶望的な状況をした吉定の帰下で、京都を出て、戦うよう出陣を命じられ、 5月16日には、正重は、京から兵庫に下校した。道中、正重は、息子の正行に、根性にて何時の顔を見るのも今日が最後かと思うと、述べ、桜井の宿から河内へ帰した。これが有名なクスの寄付詞が決別する桜井の別れで、あるが、史実であるかどうかは不明である。24日、正重は、兵庫に到着し、吉佐田の軍勢と合流した。 正重は、義貞と合流した後会見し、義貞に朝廷における、議論の経過を説明した。太平記によると、その夜、義貞と正重は組み交わし、それぞれの胸の内をとろした。義貞は、先の戦で高氏相手に連敗を喫したことを、恥じており、高氏が大軍を率いて迫ってくる。この時にさらに逃げたとあっては笑い物にされる。かくなる上は、 勝敗など同外視して一戦を挑みたいと内情を発露した。吉沢は鎌倉を攻め落とすという対抗を成し遂げたため、その期待から高氏とお罰における天皇方総大将という過重な重荷を担わされた。そのため、ずっと常に世間の注目を受けていて、それをひどく気にせざるを得ず、箱根地区下での敗北、張り混ぜの地産、白幡城攻略の失敗などについて、 義貞は強い自責の念を感じていた。正重は、この義貞の真珠のトロに対して、他者のそしりなど気にせず、退くべき時は退くべきであるのが、了承のなすべきことである。北条高時を滅ぼし、高氏を九州に追いやったのは、義貞の武徳によるものだから、誰も侮る者はいないと言い、玉砕覚悟の義貞を慰めると同時にたしなめた。 マサシゲの説得で吉貞の顔色は良くなり、夜を通しての彼らの物語に数杯の酒が今日を添えた、と太平記は語っている。しかし、マサシゲは、周囲の悪評や恥にばかり固執して、勝敗を度外視した一戦を挑もうとする吉貞の、顔面さに、同情したが同時に落胆もしたのではないか、と、ミ岸ギシは分析している。いずれにせよ、マサシゲにとっては、 吉佐田と組み交わした夜が最後の夜となった。港川の戦いにおける、夫人25日の達国、楠木、神殿連合軍は、足利軍と海を挟んで、港川で退治した。山本隆史によれば、梅松論などから判断する限り、実際のこの戦いはそこまで大きな兵力差があったわけではなく、細川忠自然が率いる水軍の要動と、それに乗った、 吉貞の失策、その木をうまくついて、新田軍と楠木軍を分断させた足利兄弟の戦術的勝利という面が大きいという。戦いに敗北した正重は、弟の楠木正聖と差し違えて、最後を遂げたと伝わる。正重と正聖の死に関しては、太平記末第16、正重兄弟討ち死にごとに述べられている。敗走して、手勢の 少なくなったクスの機勢73人は民家に駆け込み、6軒の客殿に二列に並んで座り10年を唱えながら自害したという。死に際に正重家は正末に9回のうちどこに行くことを願うかとうと、正末は七尾までただ同時人間に生まれて、朝敵を滅さばやとこそありこうへと答えたという。これは、後の七尾報告の後の由来になった。 南北朝時代港川神社にある母妃港川で自害した、正重の首は、足利方に回収され、六条河原に教諭された。だが、正重の首を見た人々は、延元元年、県武三年諸島にも偽の首が掲げられたこともあって、その首が本物か疑ったという。その後、高氏は残された家族を気遣い、正重の首を故郷である河内に送り返した。 息子の正幸を筆頭に、正治、正則らも、正重と同じく南朝方として戦い、正幸と正治は、史上縄手の戦いで、激戦の末に戦死している。正則は、南朝の三義に上り詰め、約400年ぶりの立花の宿業となっている。孫の正勝は、南北朝合一後も北朝に降らず、応援の乱で、反幕府側として参戦し、 その時の傷が元で死亡している。伝説では、正勝は、虚無という不気衆の構想となり、虚無像や尺八を広めたとされる。また、彼らの子孫も、五南町に属して、北朝を要する室町幕府と戦った。その後大阪府南川地郡千葉や赤坂村、南木神社所蔵の楠木正成木像。同社は1337年に、 五代醐天皇により創建されたと伝わり、正重を祀る最古の神社である。南北朝の争いが北朝側の勝利に終わると南朝側に尽くして死んだ正重は朝敵とされてしまった。だが、A62 年11月20日、正重の子孫と称した楠木正虎が朝敵の斜面を嘆願し、大町天皇の直面を受けて正重と楠木氏は朝敵で亡くなった。 ただし、この時点では、先祖である朝敵、正重の火を子孫が深く食いたから許されたという形式になっており、正重に火があるとするお名の返上にまでは、至らなかった。楠の騎士着重と言われた、伊勢楠の騎士は、伊勢国の近城や楠の騎城をねじろとする、北勢48や楠の騎士として土豪になり、また、第二代当主正しが戦死、 村正の門下に入って投稿になるなど細々と活動を行っていた。しかし、第七代当主楠木忠きが1576年天皇寺の戦いで戦死、ついで第八代当主楠木の正森が1584年小牧、長久手の戦いかがの井上で戦死したことで耐えた。投稿としては、正重の他戦死昇進、坂倉正俊、 ウリン陰性制など戦士派の名工を排出し容易に栄えた。木ま氏は伊勢楠の騎士の冒険。また、アラビア赤輸送業者、山下太郎や伊勢高くが第七大投手政軍の後衛を称する。明治政府は南朝の後進の子孫にも、爵位を授けるため、正しの子孫を探した。正しの末裔を自称する士族は、全国各地に、 数多く存在したが、直系の子孫であるかという確かな根拠は確認することができなかった。このため、新田氏、菊池氏、和氏の子孫等は男爵に除せられたが、クスノキ氏には、爵位が与えられなかった。その後、オ楠クス校600年祭を前後して、クスノキ氏の子孫が確認され、港川神じゃないに、クスノキ同族会が組織されて、現在に至っている。 初代会長は、イセクスの騎士墓系子孫とされるアラビア石油創業者の山下太郎である。比較をわかりやすくするため、より歴史的事実に近いと思われる記述と、太平記によって世間にいる布している記述を並列して示す。太平記が出典である場合、出典欄には関数から記す。太平記証明は原則として、天正本、そのため、ルフ本と違う場合がある。 大平記は月日の錯誤が多く、特に現行2年の正しげ再挙兵を8ヶ月も前倒ししている。ただし、現行の乱の式季と周期、正しの命日は他の文献と一致する。菊池武友申史上7月日によれば、武友の祖祖父の菊池武史が現行の乱で戦死した後、その論功交渉の場で、正しは自らの功績を誇らず他人である。 無事の功を強く推薦したという。曰く、現行の乱では、中列の者も、老孔の輩も多いが、皆生きながらえたものである。しかし、無事入道一人は直上によって落命したものである。正しあつ第一とするのは当然ではないか、と論じた。そのため、正しの主張を、後代醐天皇は聞き入れたという。上の、正しやつという語については、平田としはる、 南高の戦士に関する学説については、忠義の意に介しているが、今井正之助、解説正重げ事にをめぐる諸説と正重の出自は、太平記等の当時の書書での要領を考えるなら、ここで言う、正しやつとは、中高つまり、功績のことであろうと指摘している。五戦士兵南朝寄りの古典、太平記では、正重の辞席は強調して書かれているが、足利寄りの詩書である。 梅松論でも正茂に対して同情的な書き方をされている。理由は、戦死した正茂の首を高氏が虚しくなっても家族は、佐ぞや相い郎かろうと丁寧に遺族へ返還しているなど、高氏自身が精錬な彼に一目置いていたためとされる。今日でいうゲリラ戦法を得意とした正茂の戦法は、江戸時代にの木流の軍学として流行し、正茂の末裔と称した。 楠木正時の弟子だった由イ小説も南紀流軍学を講じていた。その他、応仁の乱前後から、正サシゲと称する義書の軍学書が多く作られ、伊藤博文も義書の一つ、雑記の古本を秘蔵し、後末松県庁施爵が入手して賞賛しており、室町時代から明治初期に至るまで影響は大きかった。楠木正成は、すでに古典、 太平記末期十六、楠木正重兄弟以下港側にて自害のことにおいて、三徳県民の和朝最大の武将として評価されている。南北朝分裂以降、ひとがない者は北朝に寝返り、勇がない者は死を恐れて、帰って死罪に会い、里氏がない者は、自流の変遷を理解できず道理のない振る舞いばかり、していたが、そのような中、ただ一人、楠木正重のみが、 佐都市、人市、イサムの三徳を兼ね備え、古今これほど偉大な死にざまをした者はいない、と同書は評価している。昭宝2年に、活字本が刊行された、太平記評判秘伝理人賞は、江戸時代に、文学書のベストセラーとして、広く読まれたが、太平記の正重賛美を受け継ぐ傾向が強く、正しげが、坂東一の弓取り、 宇都宮金綱を計略で撤退させるだけで直接、対決しなかったことについても、出典の怪しい逸話を引いて、優れた、衝動士が直接戦えば、双方に被害が甚大だったであろうから、戦を仕掛けなかったのだ、と正重が弁解する話を伝えるなどして、弁護している。また、正重は多門天皇の家政ではなく、佐氏。 人、氏、勇を極めただけの人間だという論に対し、もともとサトシがなかったものでも、その後に学問を好めば、知者と呼ばれるように、多門ン・氏にして、成人なのだ。正サには敵を退けて、長家を死後したという事実があるのだから、それは多門隆氏が帝を死後したのと違いがあろうかという、反駁で総括している。江戸初期の儒学者は、 中国の人物を高く評価する傾向にあり、山崎安西、大和小学は、全館の長領、職官の諸葛公明、等の各市議を三徳に近い中国市の名称とし、日本の楠木正重は、広明の次ぐらいであって、これを三徳県美などと称するのは、中央を読んだことがないのだろう、と評している。とはいえ、日本最高の名称が、くすの重であるという前提は、 大平記から引き続いている。こうした江戸の儒家の影響を受けて、漢文5年に江島ためが表した、軍学書、古今軍理問答は、大平記の流れを組む正重新生史から離れ、正重を、希望のある大戦術家、大戦略家とはしながらも、三徳憲美という聖人評価については、孔子ですら、里氏陣友を自称せず、まして日本は、恵比寿国であって、 人の気質も偏屈で、賢人すらいない。楠木正重は、日本国内においては、無双の英雄の死ではあるが、佐都市人友というほどではないとしている。また、太平記評判非伝理人賞の出所不明の逸話を、ただし、その戦術、戦略についても、挙兵を急ぎすぎて、赤坂城の用水設計に難があった点など、非がある部分については非を責めている。ただし、 総合評価としては、正主を日本第一の武将とする結論はやはり変わらない。敵を見てその戦術を転化する変幻自在の冒険や、この時代にあって、兵糧、溶水など、兵団の確保を重要視したこと、千葉や城という点検の要害を見出した追記技術などを評価している。国今軍理問答は、 方言物語、平治物語、平家物語、紅葉軍艦なども論じているが、それらの主要人物である源義友、源義朝、源、義経、武田信玄、上杉謙信などを差し置き、正重を日本海白以来の名称の異名で呼んでいる。漢文12年、洋米学者、熊沢万山は、甲州流軍学、越後流軍学、 新州流軍学のうちどの軍法が優れてるのか、との問いに、個人の章として優れているのは、越後の影虎、技術で優れているのは、甲州、新州としつつも、戦国時代の軍法は、小銭合いの類である。章子を知るには良いが、義経、正重、義貞の後に、本当の合戦というのは存在しない、と答えている。日夏茂しだが、 同志沢は、源義経を、金子武の名称、楠木正重を、古今武蔵の了承と、日本史上の名称双壁とするが、正重が義経の標本を研究したとする、太平記評判秘伝理人賞の説については、疑っている。また、正重の千早城の牢城戦や、藁人形を使った冒険などを評価しつつも、二人の名称は神則規模を、主とした賞であり、 手本として、たやすく学べるものではない、と、楠木正重の先方を取り入れたと自称する、楠木流軍学などを批判している。国史大辞典でも、1336年の、豊島河原合戦で勝利に沸き高氏は、再起不能であると楽観論を述べる。後醍醐天皇軍に対し、高氏はすぐに再挙して登場するであろうと予見して、苦言を呈したことについて、 文略家としての非凡な資質を伺うことができると評されている。皇居外苑にある、楠木正成像広告士官江戸時代には、水戸学の尊能の士官によって、正成は中心として見直された。相沢政司祭や久留米藩の士官、牧田持信は、楠木正成をはじめとする国家功労者を神として祭祀することを主張し、慶応三年には、終わり藩主、 徳川吉勝が、楠木公社の創建を朝廷に権限した。長州藩はじめ南高祭、昇根祭は頻繁に採取されるようになり、その動きはやがて後の港川神社の創建に結実し、他方で安国神社などの商根者成立に大きな影響を与えた。明治になり、南北朝清順論を経て南朝が正当であると、されると、 オークス校と呼ばれるようになり、講談などでは、三国支援儀の諸葛孔明の天才軍師的イメージを重ねて語られる。また、広告士官のもと、戦士を覚悟で大義のために商用と商用と戦場に赴く姿が、中心の官、日本人の官として称えられ、終身教育でも祀られた。博士であったと伝承される少流家芸密は、 山田浅上門の手を経て、明治天皇の博士となった。明治天皇は大本営が広島に移った時も、携えていたとされる。中心主観の問題点、正重の中心としての一面を過剰に強調することの問題点は、それがしばしば剣務政権と南朝の政治への低評価と結びつくことである。戦前まで存在した南朝政統主官は、五代五天皇、 剣無政権、南朝を無条件に叩いた主官であると誤解されることがあるが、実際は五大碁が賛美されたのは大義名分論の側面のみであり、政治的には無能で、不得な君主として扱われていた。こうした暗君像は軍記物語、大兵器などに橋を発する。そして五大碁は暗君であるにもかかわらず、三種の仁義を持つ正当な君主であるがため、 愚直に使えざるを得なかった、中心の悲哀が、方眼美意気の形で共感を呼んだのである。このような、五代五イコール安君、中心イコール正義の構図は、戦後も、前半部分は依然として続き、五代五天皇、剣務政権の得意性が誇張されたことで、鎌倉時代と室町時代の政治に、どのようなつながりがあるのかの解明を困難にさせた。しかし、 2000年前後からの実証的研究では、憲武政権の政策、法制度は、前後の時代との連続性が見られることが指摘され、後代醐天皇の旧来の暗君像は徐々に改められる方向にある。戦後は、価値観の転換と歴史学における、中世史の研究が進むと悪党としての性格が強調されるようになり、吉川英治は、私本体兵器の中で、 戦前までのイメージとは異なる正さ像を描いている。鎌倉時代末期南北朝時代における悪党とは悪者という意味ではなく、強大な経済力と武力を背景に旧体制である荘円領主、幕府に反抗した新興勢力のことである。鎌倉時代末期南北朝時代は、社会の下部構造である民衆が初めて歴史の表舞台に台頭した時期であり、 その株構造から生じた悪党はこの世代の社会を牽引した時代の主役であった。公家や武家といった旧時代の支配者たちは地を重視し血縁組織を作り上げたが、楠木正成ら交通の幼少路に住む悪党は地という革命的な概念を持ち込んで地縁組織を支配した。正しは、摂津河内泉山といが伊勢という通称ラインを抑えたことで、 六原短大と鎌倉幕府の連携を分断することに成功し、当初数百倍の戦力差があった現行の乱に戦略的勝利を収めた。権威を盲信するのではなく、知恵と新しい発想を持って時代を切り開く、いわば時代の異端児、革命児としての楠の木のき像である。ただし、悪党、社会の秩序を乱すものないし悪事をなす集団と誤解で、 一般的語彙に解釈されて問題となることもあり、NHK のテレビ番組、堂々日本史において、剣無神聖破れ、悪党、楠木正き自陣すというタイトルで放送された際、港川神社が NHK に抗議する事件が起きている。前説までの評価は、楠木正きという人間を一つの方に押し込めるものであった。しかし、その後の研究の進展により、 正しは本質的に多彩、多面的な人間であったことが明らかになってきている。伊駒隆臣によれば、正しのような機内の武士は複数の側面を持つことが普通であったという。つまり、正しは交通、流通路の支配者として財を稼いだ大商人であり、朝廷、五代五天皇に仕えた帝臣でもあり。 幕府の御家人でもあり、かつ幕府から卒追された悪党でもある。どれか一つが正しい正重像なのではなく、むしろ、これらすべての顔を持っているという点が正重の実像なのであるという。また、正重は、兼務政権下で、縄長,長都市と共に、最高政務機関である記録書のよりうどに、大抜擢された。 古代後醍醐天皇の人事政策は、破天皇という俗説に反し実際は、恩恵なものが多いが、正重の記録書への投用は、例外的な抜擢人事である。森幸男によれば、一般的には、武将としての印象が強い正重だが、官僚的能力に優れた中原氏や小田時とも、伊賀金光といった他の寄りうどの顔ぶれを見る限り、正重も実務官僚として、 総王の手腕を有していたのではないか、という。五大五帝笠木山皇居レームの図軍記物語、太平記フ本館さん、お上お夢のことふくすの木のことでは、くすの木正重と五大五天皇の出会いは、以下のように描かれる。しかし、歴史的事実としては、天竜寺文書により、遅くとも、現行の乱発性以前である玄徳三年二月には、正重が、 五代醐天皇方についていたことが明らかである。現行の乱が発生し、天皇が笠木山にこもると、笠木寺の首都や金国の豪族らが兵を率いて駆けつけてきたが、ナール武士や百騎、二百200を率いた大名などは一人も来なかった。そのため、五代醐天皇は皇居の警備もままならないと不安になり、心配になって休んだ際に夢を見た。その夢の中では、 庭に南向きに枝が伸びた大きな木があり、その下には観人がくらいの順に座っていたが南に設けられていた神座にはまだ誰も座っておらず、その席は誰のために設けられたものなのかと疑問に思っていた。すると道子が来て、その席はあなたのために設けられたものだと言って空に登って行っていなくなってしまった。夢から覚めて天皇は夢の意味を考えていると、 次に、南と書くと、楠木という字になることに気づき、寺の首都にこの近辺に、楠木という武士はいるかと尋ねたところ、河内国石川軍根号さんに、立花諸家の子孫とされる、楠木正しという者がいるというので、五大五帝はその夢に納得し、すぐさま、楠木正しを、笠木山に呼び寄せることにした。までの工事藤封が直使として、笠木山から河内に向かい、 正重の館についてその事情を説明した。すると、正重は弓矢取る身であれば、これほど名誉なことはなく、是非の視野にも及ばないと快諾した。そして、正重は人に気がつかれないように、すぐさま、河内を出て、笠木山に参大した。正重は、五醍醐天皇から、直手派遣により時を置かずに参大したことを褒められ、その上で、正重が、 どのような計画を持ち、勝負を一気に決めて天下を太平にするのかを問われた。正重はこの問いに対し、幕府の大逆は天の攻めを招き、水乱の機械に乗られて天中が下されます。その後期なら必ず滅ぼすことができます。天下早々には、武略と地望の二つがあります。勢いに任せて合戦を行えば、たとえ六十四州の軍勢をもってしても、武蔵、 相模の両国に勝利を得ることはできないでしょう。もし、何らかの策を用いて戦えば、幕府は主政に回って欺きやすくなり、恐れるに足らなくなるでしょう。合戦の常は、個々の勝敗にこだわらないことです。正しがたった一人生存していれば、天皇の生運が必ず明けると、お思いくださいと述べた。そして、正しは、河内に戻り、赤坂城で挙兵した。 太平記ルフ本館16、正重兵庫に、下校のことが描く物語によれば、剣舞の乱でたた浜の戦いに勝利した足利方が、再び京に迫り、吉貞が兵庫に退却したという早馬が京へ届くと、後代醐天皇は正成を呼び出し、吉貞と共に、高氏を迎え撃つように命じた。正成は帝に対し、高氏の軍勢は大軍であり、 疲弊した味方の小勢でまともに正面からぶつかれば、決定的な負け戦になるでしょう。ここは、日田殿を敬に呼び戻し、帝は、以前のように、比叡山に臨行してください。私が河内に戻って、河尻を抑え、敬に入った足利軍を、日田軍と共に前後から兵糧攻めにすれば、敵兵の数は、減ることでしょうし、我々の軍勢には、味方が日々、はせさんじるでしょう。 その時を狙い、新田殿が、比叡山から、私が絡めてより攻め上れば、朝敵を一戦で消滅することか能かと思えます。新田殿もきっとこの作戦に同意するでしょうと、進言した。この作は正重にとっては、比叡山に朝廷を一時退避して、足利軍を京都で迎え撃つという、現実的かつ、必勝の作でもあった。この、正しの進言に対して、諸京らは、 確かに戦に関しては武家に任した方が良いと納得しつつあった。だが、某門清田だが、帝方を捨てて一年に二度も臨行するのは定位、そのものを軽んずるとし、味方の軍勢は少数ながらも、毎回大敵を滅ぼしてきた。それは、武略が優れていたわけでもなく、生運の天に通じたからだと述べ、正重は、即刻、吉貞のいる兵庫に向かうべきと主張した。 その結果、古代五天皇は、正茂の意見ではなく、坊門清忠の意見を尊重した。正茂は今さら反論しても仕方がないと考え、長儀の結果を受け入れた。以上は、ルフボンの描く筋書きであるが、この物語は、写本の系統によって異動がある。特に、古代本の一つである、西元陰本では、坊門清忠は登場しない。また、 神宮長古官本では、五代五への行き通りから、地方栄領で勝つのを望まず、無二の戦士を、あえて大軍にぶつけるなどとおっしゃるなら、私は義を重んじる。中心勇士なので、お望み通り死んでみせましょうと皮肉を述べるなど、中心勇士とは言い難い描写がされている。軍旗物語、太平記巻十六兵庫海陸、寄せ手とでは、港川の戦いで、正さは、 岳の軍勢を入れず、七百余気で港川西の宿にて布陣し、陸地から攻めてくる敵に備えていた。正しも吉貞も足利法の大軍に対して少しも、ひるむことはなかったという。続く、ルフ本館16、正重兄弟討ちじにのことでは、連合軍は大勢に武勢であったため、正しと吉貞の軍勢は引き離されてしまった。正しは正末に、敵に前後を遮断された。 もはや逃れられない運命だと述べ、前方の敵を倒し、それから後方の敵を倒すことにした。正しは七百余計を引き連れ、足利忠義の軍勢に突撃を敢行した。菊水の旗を見た、忠義の兵は、取り囲んで打ち取ろうとしたが、正しと正末は奮戦し、良き敵と見れば戦ってその首を跳ね、よからぬ敵ならば一立ち打ちつけて追い払った。 正重と正末は七回合流してはまた別れて、戦い、ついには、忠義の近くまで届き、足利方の大軍を蹴散らして、妻、上野まで退却させた。忠義自身は、薬師寺十郎次郎の奮戦もあって、辛くも逃げ延びることができた。だが、高氏は忠義が退却するのを見て、軍を荒手に入れ替えて、忠義を撃たせるなと命じた。そのため、切らし、孔子、 上杉氏、石同士の軍6000余期が、港川の東に駆けつけて、後方を遮断しようとしたため、正茂は、正末ともに引き返して、新手の軍勢に立ち向かった。6時間の合戦の末、正茂と正末は敵軍に16度の突撃を行い、楠木軍は、次第に数を減らし、ついに73機になっていた。疲弊した彼らは、港川の東にある村の民家に駆け込んだ。 正重は自害しようと鎧を脱ぎ捨てると、その体には合戦での切り傷が十一箇所にも及んでおり、他七十二人も皆同様に切り傷を負っていた。正重は正末と共に自害して果て、橋本聖院、宇佐美正康、神宮寺少子、和田正敬から一族十六人、家人十四人もまた自害し、皆炎の中に倒れ込んだ。軍記物語。 太平記流本館十六、正重兄弟討ち死にのことによれば、港川の戦いでの自害の直前、正重は、弟の正末に、次は、どのように生まれ変わりたいか、と尋ねた。正末はカラカラと打ち笑って、七尾までただ同じ人間に生まれて、朝敵を滅ぼさばやとこそ存じそうらえ七な度な人間に、生まれ変わって、朝敵を滅ぼしたいと述べた。正は、 嬉しそうな表情をして、在剖深き悪年なれども我もかように思うなりと同意し、いざのラバ同じく生を変え,えて、この本会を達んと、兄弟で差し違えた、と物語られる。こうして七正滅族という仏教的に罪深い、思想に囚われた正重は、ルフ本館十三、大森彦七がことで、怨霊として再登場して、室町幕府を呪い、最後は、 仏僧が度胸する大般若行の孤独によって長伏されることになる。しかし、歴史的人物としての正しは、北家行の写経や、その裏書きからわかるように、仏教への経営が厚く、また深い知識を持つ人物だった。したがって、太平気に描かれる七消滅族の物語は、本来の正しの人となりとは反している。上横手正隆の、くの正し 天下、君を背きたて祀る書集や、中村角の天皇制教育と、正さ像、洋楽模様を中心に書集及び今井、小之助などの研究では、本来、太平記の七消滅族は、中世的な怨念感を表現するための呪いの言葉であり、後段の大森彦七伝説と組で考えるべき物語であったとされ、数百年後、近代に入り、 国会の中精神を示す、七尾報告という言葉に置き換わったと見られている。しかしながら、大正時代に至っても、同五年に、大正天皇は、楠木正成と題した七ことゼックの御性にて、七尾報告ではなく、死に望んで七消滅族を帰す成中大切この人に、属死と表現し、その徳を称えている。七尾報告のこの要例は、遅くとも、 一万長宝明治37年4月3日に、海軍軍人の広瀬武雄の自世の句として、七尾報告一死神権再帰成功を含む笑い、乗船という監視が載せられたことまで遡ることができる。月岡義都氏が新型36海戦より、大森彦七道に会議に合う図。室町幕府の武将、大森森長が美女に奮した、楠木正重の怨霊を背負う。 図群気物語、太平記の正しげは、儒教的には、三徳賢美の聖人として描かれるが、七消滅族の不死で述べたように、仏教的には、七消滅族の罪合を願った悪人として描かれる。そして、ルフ本館十三、大森彦七がことでは、恩霊として登場する。伊予国の大森森長という人物は、太平記の劇中では、室町幕府の有力武将、 細川忠だ自然の部下として、港川の戦いで、楠木正重と戦い、腹を切らせた猛将であると設定されている。また、大森氏は猿楽をたしなむ一族でもあったという。広告三年、略王五年春より少し前のある夜、森永が猿楽の楽屋に行く途中、山月の細道に数え17歳から18歳程度の美女が佇んでいた。か弱い姿の美女に、 心惹かれた森永は、猿学のさじ奇跡までお連れしましょうと申し出て、背中に背負って歩き始めた。すると、たちまち女の口は裂け、角が生えて、怪物となり、森永を空中に連れ去ろうとしたが、森永が必死に抵抗し部下も駆けつけたので、怪物は消滅した。猿学は延期となった。再開された猿学の当日、再び化け物が、観客の前に現れ、 楠木正きを名乗り、朝敵、滅族の野望を果たすために、修羅の剣族となり、ドン、シン、地の三毒の魔剣を探し求めていると明かす。このうち、ドンの刀は、日吉大宮のもとにあったが、恩領正さは、日吉の神に仏法を教える引き換えに手に入れた。シンの刀は、足利高氏が所持していたが、恩領正さは、高氏の長道に変装して奪った。 残る、地の刀は、元、悪七兵過激用の博士であったが、弾の裏の戦いで海に落ちたのを、イルカが飲み込んで、サヌキ国の歌津沖まで運びそこで死んだが、百年余り、後に、漁師の網に引っかかって地上に戻り、今森永が持つ刀がそれであるのだという。この三毒の魔剣が揃った時、高氏の世は終わると言い,い、森永から、地を奪おうとする。このたびたび、 森永と恩霊、正しの対決が行われ、ついには、五代醐天皇、森吉親王、新田吉貞、平忠正、源、義経、平野のり常の恩霊も正しに加わって大きな戦いとなる。武力に頼っても恩領師に頼っても、正しの恩霊を打ち倒すことはできなかったが、森永の演者である前奏に長伏を頼んだところ、大般若行の度胸が行われ、 その苦毒によって、ついに正しの怨霊を沈めることができた。誠に、仏法の鎮黙国家の力は、素晴らしい、と、太平記作者は称える。広告三年、略王五年春、森永は、以上の次第を、足利忠義に伝え、さらに天下の霊剣として、地の刀を献上した。この話に漢字入った忠義は、新しいこしらえを、作らせ、地を、 自らの贈答とした、と描かれる。郡司正勝、歌舞伎の発想の推測によれば、上記の物語は、もともと音量沈部のために書かれた猿楽の台本だったのではないかという。また、ルフボンでは正主を長複するのは、前宗の層とされるが、砂川博士、軍記物語の研究によれば、本来は、最大時系の立秋の層という設定ではないかという。樋口国を 日本中世の伝承世界の主張によれば、上記の話はもともと世で、大森氏によって興行されていた物語であり、この地方での南朝敗退を説明するために、太平記作者が取り込んだのではないかという。荒井隆茂は、大森氏が、正茂討伐に関わったことは、歴史的事実であろうと考え、正茂の勢力基盤であった、民間武装民に留付していた。 天下天福の音量伝説を出来型である大森氏が音量を恐れ、音量鎮魂胆に組み替えたのではないかと推測している。明治、大正時代の小田館の南光婦人伝による推説では、正しの妻を南江久子としているが、他に転居がない。関心寺過去帳にその論拠があるという俗説も唱えられたことがあるが、宮内庁所領部社本の関心寺過去帳に、 楠すのきし関係の記事はない。今井翔之助によれば、太平記評判書の一つ、無極章に正しの衆徒として登場する、南江正忠という架空上の人物が、久子伝説の演言ではないかという。細川淳次郎、楠すのきし不尽の異文の属は、柏原慶図により、までの工事富士夫妻元のまでの工事茂子としたが、同慶図は、星野久子。 南高夫人の異文問答により義書と結論付けられている。その他、落ち証言の娘説などもあるが、いずれも疑わしい。関心寺にある、南高首塚南木神社、南高宇部湯の井戸黒川脅しやはず殺道もある。笹具だて、トークスの奇水流王本項目の本文から、参照されていない文献を書きに示す。ありがとうございます。